皆さんおはようございます。 Good evening everybody。 はい、私は林と申します。本日プレゼンターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日は、1300年前の、日本の都が置かれていました平城京という場所があります。そこの歴史を少しだけ皆さんに解説させていただいて、短い時間ですがお楽しみいただければと思います。はい、これが船ですね。ちょっと。わあ。これは見ていただけると思いますが、そこに横に石が横たわっていますね、ローブの手前に。それが怒りだそうです。で、長尾さん、これですけども、はい、これがね、船のホローなんですけど、普通ホローはどういうんですかね、生地でできてますよね。これは竹で編んでるみたいです。ここは食事をする部屋だったそうです。真下にあります。係をね、穴に入れて、そうですね。そうですね。これがパドルというか、オールですね。ボールをこの、奈良の仙人くんです。Ah, this is a... this is... Wait, I gotta get a picture of that. Oh, my God. あやねちゃん、お誕生日おめでとう。あやねちゃん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、ありがとうございます。ようこそ。いいスポットかな。That's good. ちょっと入ってみたいと思います。Steady, slow down. Hold, hold it. Okay. And there we go. Oh, oh, amazing carving. Oh. Green shot. これは100ポイントですね。そうですね。これがもう最後のポイントですね。これがね。はい、そうです。最初にお見せしたところ、朱雀門の方から見ていきたいと思います。兵士の出迎えを受けました。これが、平城京の大極殿の当時の模型ですね。骨組みがこうなっていたということです。That roof joinery is just exquisite. Yes, it is. 釘は一本も使われなく作られていたそうです。I saw a documentary some years back that showed how the design of that kind of roof joinery helps withstand earthquakes. Oh, okay. I didn't know that. Yep. And for this building, no nails are used. Can you stop there to take a photo? Roof tile.Oh my roof goodness. Die. It was on the roof. ありがとうございました。Thank you so much for coming today. Thank you so much, Hiroshi. 長い時間お付き合いいただきて。Thank you. ありがとうございました。またお会いしましょう。はい。Take care, everybody. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Good night.